はい、ビッグデータ解析入門の2回目と題しまして格外流星が説明させていただきます。まず今回の説明内容なんですが、統計の基礎と確率密度関数と累積分布関数の2つについて説明させていただきます。まず統計において定常とは、時系列解列で必要となってくる概念でして、ここでいう時系列とは、時間の流れとともに観測量の変化が記録されたデータのことを言います。例えば為替や株の価格であったり、同じ場所の気温や気圧のことを言います。ある一点、為替とかで言えば昨日の終値を見て今日の期待値が全部わかるっていうわけではない、そういうのような、一点を見て全てを把握できるといった、そういうデータではないものを時系列と言います。ある時刻 t に観測された数値を xt と表します。このように表して、次の時系列が定常であるための条件を説明していきます。時系列が定常であるための条件は以下の3つありまして、平均が時間によらず一定、分散が時間によらず一定、自己共分散が時間差の関数であるという、この3つになります。式はこちらの3つになります。ここで μ と σ は定数でして、K は時間差を表しています。統計解析を行う上での定常性は非常に重要でして、なぜ重要なのかと言いますと、解析をするデータの範囲が変わっても、同じ統計の結果が得られるということを、定常性によって示唆しているからです。つまりこのことが言えることによって、その統計結果の範囲選択による偶然性が絡むことを排除してくれます。つまりその、統計を取るデータの範囲を、どこの部分を取っても、全て統計の結果が同じになるっていうことで、その範囲選択による、その結果が変わらないということを この定常性によって示しています。統計解析は、ここで統計解析について簡単に説明すると、全体から抜き出した一部を見て、全体を知る、そういうふうなことに言えます。例えば、日本中の小学生の体重を調査するという統計を取るとしたら、調査対象は日本全国の小学生全員ということになりまして、この調査の対象となる日本全国の小学生全員のことを募集団と言います。理想としてはこの小学生全員の募集団すべてを調査すればいいんですが、この理想的な方法を全数調査と言います。ですが、日本全国の小学生といったように、その募集団の規模が大きく、実際にその全数調査をすることは非常に困難な場合がとても多くあります。そこで、募集団から N 個の要素を抜き出して、観測することによって、そこから全体の、特徴を推定することを目的とします。ここでいう、募集団から N 個を抜き出したものを、観測値の集団なんですが、それを、標本と言います。特にこの募集団から N 個抜き出す、この N、要素数が N 個の場合は大きさ N の標本と言います。次に統計を行う上で非常に重要な法則の2つについて簡単に説明します。重要な法則はこの2つなんですが、まず対数の法則について説明します。ある募集団が無作為に抽出された標本の平均は、標本のサイズをどんどん大きくして募集団の大きさに近づけていくことによって、真の平均、募集団の平均に近づくというものが対数の法則でして、次に中心極限定理なんですが、母平均に言うと母分散シグマ事情を持つ任意の母分布に従う母集団から大きさ N の標本を抽出した場合に、標本の平均は、
まあ、EX の分布は、まあ、N が十分に大きければ大きいとすると、まあ、平均入分散は N 分のシグマ二乗の正規分布に近づくというものが中心極限定理となります。はい、次に確率密度関数について説明します。確率密度関、確率変数、まあ、括弧物理量とあるんですが、まあ、X とします。まあ、この物理量が、まあ、微小な区間、まあ、X から、まあ、X、まあ、シグ、デルタ X の間の値を取る確率を与える関数が、まあ、確率密度関数、まあ、FX となります。まあ、確率変数 X が、まあ、A から B の間の確率を、まあ、こちらのように表すとすると、まあ、この式によって表すことができます。まあ、確率は常に正で、まあ、その和が1であることから、まあ、以下の2つの式が導き出されます。次にヒストグラムについて説明します。まあ、区間の代表値を、まあ、横軸に、まあ、その区間の、まあ、度数を、まあ、縦軸に取ることによって、まあ、確率、まあのようものを可視化、まあ、視覚化するものです。確率変数の特徴が、まあ、ヒストグラムに表すことによって、まあ、確率変数の特徴が分かる、まあ、値がどのような広がりを持つかだったり、まあ、一番多い数は何があるかなどのようなことを、まあ、ヒストグラムで可視化することによって、まあ、把握することができます。まあ、ヒストグラムの、まあ、各際に、まあ、外形を整えるために、まあ、規格化を行うんですが、まあ、その規格化を行う内容としてはこちらの3つになります。まあ、度数を全体数で、まあ、データの数で割って、まあ、各区間の確率を計算します。まあ、各区間の確率を、まあ、区間の幅で割り、まあ、その確率の密度、まあ、確率密度を計算します。まあ、以上の2つの計算が終えたら、まあ、横軸に区間の、まあ、代表値、まあ、縦軸に、まあ、確率密度をプロットすることによって、まあ、ヒストグラムを描くことができます。次に累積分布関数について説明します。確率密度の値が、まあ、X より大きくなる値、確率を与える関数でして、まあ、確率密度関数を用いて、まあ、こちらの式によって、まあ、累積分布関数が与えられます。まあ、この式でいう、まあ、FX が、まあ、確率変数 X の、まあ、累積分布関数といいます。まあ、累積分布関数で表すことの、まあ、利点としましては、まあ、区間を区切る必要がないため、まあ、データ数が比較的少なくても、まあ、ある程度きれいに、まあ、ヒストグラムよりはきれいに書くことができるであったり、まあ、データと、まあ、累積分布関数は、まあ、1対1で対応するので、まあ、そのデータを見ること、まあ累積分布関数を見ることによって、まあ、データを把握することもできます。まあ、累積分布関数を、まあ、実際にグラフに書く方法としては、まあ、その確率密度関数によって、まあ、定義されるので、まあ、確率密度関数はその積分によってを、まあ、計算して、まあ、導出するんですが、まあ、厳密な結果を得たい場合にはその積分等を含むので、まあ、あまり確率密度関数を経由した方法はあまり用いられません。まあ、実際はそのデータの相当によって求められるんですが、まあ、その、まあ、簡単にその描き方を、まあ、この3段階で分けて説明します。まあ、まずその N 個、まあ、データの数N 個を、まあ、大きい順に相当します。まあ、次にその小順 の、まあ、そのデータに対して、まあ、1から N までの、まあ、順位、まあ、R をつけます。まあ、そのように、まあ、順位付け、まあ大きまあ、どんどん大きくなる、まあ、順番に、まあ、データを並べたら、まあ、そのデータの値を、まあ、横軸に、まずデータの数を、まあ、ランクで割ったものを縦軸にプロットすることによって、まあ、この
まあ、どんどん大きくなっていく、まあ、グラフ、まあ、累積密度分布関数をまあ描くことができます。まあ、この3番までの、まあまあ、過程をすべて行うと、まあ、縦軸がすべて1になることになります。はい、以上で、こちらがまあ今回参考にした文献です。はい、以上です。